甲状腺疾患とは、甲状腺に起こる疾患の総称である。甲状腺疾患の頻度は高く一般外来を受診する患者の中にも約13%の頻度で甲状腺疾患が見つかる。症状のある甲状腺機能更新症、甲状腺機用低下症、長径が1トル以上の甲状腺がんなどの見逃してはならない甲状腺疾患は七十から百人に一人。 潜在性甲状腺機能低下症まで含めると、その頻度は30から40人に1人になる。頻度として高い症状は、甲状腺機能更新症では、多感、暑がり、手の震え、動悸、体重減少、心房細動などが知られている。甲状腺機能低下症では寒がり、便秘、体重増加、負腫、関節痛。 物忘れなどである。バセドウ病は、主訴が年齢と性別で異なる。19歳以下の女性では、工場選手で病気に気がついている。高齢になると、工場選手で気づく割合は減る。それに代わり体重減少や不腫で、バセドウ病に気がつく。男性では、工場選手で受診する割合は少ない。全年齢で、体重減少で気がついた人が多いが、 若年者では2番目に多いのが周期性子死麻痺で受診するものである。高齢になると機能更新症状は明らかではなく、体重減少や食死不振など悪性疾患や心疾患と間違われ、安い症状で受診する。甲状腺機能低下症では、下肢の筋力低下や立ちくらみ、膝や手指の関節痛など多彩な症状を訴える。 甲状腺疾患で、甲状腺主流を触知しないものは、約1%以下である。触診に熟練すれば、甲状腺疾患を見逃す、可能性は低い。超音波検査や新地グラフィーが行われる。甲状腺機能異常や自己免疫性、甲状腺疾患で変化する、一般的検査としては、総コレステロール、アルプ、LDH、AST、ALT、CBK、 ZTT, TT TTT, 赤ンなどが知られている。特に高コレステロール血症を見たときは、甲状腺機能低下症、他の肝機能異常を認められずに、あるプチの上昇が見たときは、甲状腺機能更新症を疑う。甲状腺機能異常をスクリーニングする場合は、TSH で行う。TSH 値に異常があれば、FT4,FT3 の測定を行う。 TSH 値が正常範囲であれば、甲状腺機能に異常がないといって、ほとんどの場合は、問題ない。しかしその場合2 0 0 0 10ほど見られる、湿地と破壊性甲状腺炎を見落とすことになる。甲状腺機能異常を思わせる症状、初見があれば、FT4 も測定した方が安全である。TSH 及び、甲状腺ホルモンはかつては RIA 法や、 化学発光免疫測定法、電気化学発光測定法による迅速な全自動、測定が広く行われている。TSA 受容体に対する自己抗体は、甲状腺を刺激する場合はには、バセドウ病による甲状腺機能更新症を抑制する場合には、甲状腺機能低下症を引き起こし、その測定は、バセドウ病や甲状腺機能低下症の診断並びに、 治療経過の観察に有用である。TSH レセプター抗体は大きく分けて2つある。TSH の結合阻害で見る TSH バインディングインヒビティングイムヤノングラブヤランと甲状腺細胞に対する刺激活性で測定するサイロイドステミオレイティングアンティバディがある。TB2 は一般にトラブと言われており、開発順に第一世代法、第二世代法、 第3世代法と呼ばれる3つの方法がある。従来は、トラブ陰性の時に、ザブの測定を行ったが、第2世代のトラブが用いられるようになってからは、トラブ陰性のバセドウ病自体が少なく、その場合のザブ陽性率の報告がない。ザブは、眼球突出例の診断、あるいは、目症の活動性を見るのに優れているが、バセドウ病診断の目的でザブを測定する必要は、 少なくなっている。また、第三世代のトラブでは、高感度な迅速な全自動測定が可能となった。電気化学発光測定法、蛍光酵素免疫測定法、化学発光酵素免疫測定法によって、およそ30分で測定が可能となった。橋本病やバセド病の診療においては、関節業集法による、サイロイドテストとマイクロゾームテストのほか、高感度法である。 トガーブ及びトポアブの測定が行われる。トガーブ及びトポアブはかつては RIA 法による測定が行われていたが、近年は RI を使用しない全自動免疫測定法も開発されている。蛍光酵素免疫測定法、化学発光免疫測定法、電気化学発光測定法などによる測定でおよそ30分で測定できる施設もある。注意すべき点としては、 測定に用いるキットにより、基準値や陽性率に違いがあることや、測定値が若干乖離する例があることが挙げられる。c t p o 抗体と c t e g 抗体は、甲状腺自己免疫の有効なマーカーであるが、病院としての役割は、進行中の自己免疫反応を増幅させる二次的なものに過ぎない。 これらの抗体は、胎盤移行性があるが、胎時の甲状腺に影響を及ばさない。橋本病で、甲状腺に対する自己免疫障害を開始させるには、T 細胞が関与した障害が必要であると、推測されている。血中サイログロブリンは、甲状腺の炎症や腫瘍、主題で上昇するので、甲状腺疾患全般のスクリーニングにも利用できる。また、腫瘍マーカーとしては、 甲状腺乳頭癌と甲状腺土方癌の転移や残存を調べるのに有効である。カルシトニンは甲状腺髄養癌の診断や術後の残存、転移を調べるのに有効である。甲状腺ホルモン更新症の約80%がバセドウ病である。残りの約10%ずつを無痛性甲状腺炎と亜急性甲状腺炎が占めている。 1%, 1以下で機能性結節性甲状腺腫と妊娠性甲状腺機能更新症が見られる。厳密には TSH 感度以下 FT4 高値あるいは正常という病態は必ずしも甲状腺機能更新症だけではなく、甲状腺に炎症が起こりホルモンが漏出する場合もあり、これを破壊性甲状腺中毒症という。甲状腺機能更新症と破壊性甲状腺。 中毒症の区別には、放射性溶度甲状腺摂取率の測定で区別ができる。溶度甲状腺摂取率が高ければ甲状腺機能、更新症であり、低ければ破壊性甲状腺中毒症である。検査には1週間の溶度制限食などが必要となる。他の検査法としては、TSA1 レセプター抗体やカラードプラー、FT3、FT4 比などが参考になる。 遺言性の甲状腺機能低下症を除けば、ほとんどが橋本病である。甲状腺腫があり、高校上線抗体が陽性ならば、橋本病である。甲状腺腫があっても高校上線抗体が陰性ならば、超音波検査を行う。甲状腺腫が男性高から高、超音波で内部エコーの不均一や低エコーが認められれば、橋本病と考える。 吸引細胞診を行い、リンパ球浸順があれば、橋本病と診断できる。血節がある場合は、甲状腺機能低下症の鑑別とは独立に、悪性腫瘍の鑑別を行う。陽度の過剰摂取、無痛性甲状腺炎、悪急性甲状腺炎の回復期、潜在性甲状腺機能低下症、アミロイドーシスなどでも、蒸気検査異常を示すこともある。 高甲上腺抗体の検査には、サイロイドテスト、マイクロゾームテスト、トッポアブ、TG アブの4種類が知られている。サイロイドテスト、マイクロゾームテストでは、予後予測を行うことができる。校長選手が微慢性の場合は、橋本病、血節性校長選手、選手様校長選手が間別となる。校長選手が血節が見られるときは、 選手様向上選手であることが圧倒的に多いが結節が悪性であるかどうかの判断が最も重要である。結節性向上選手で最も多いのが選手様向上選手である。悪性腫瘍で最も多いのは乳頭癌である。悪性疾患の診断は超音波初見と選手吸引細胞診で決まる。直径 1cm 以下では超音波で悪性初見がある場合に 選手吸引細胞診を行う。悪性所見とは、形状不正、微細石灰化が主だが、低栄光主流、内部栄光不均一のみの場合などがある。甲状腺に頭痛を起きたす疾患は、ア急性甲状腺炎、橋本病の急性増悪、急速に増大する未分化癌、シストや、腫瘍内への出血、急性可能性甲状腺炎がある。 最も頻度が高いのは、アキュ性向上1 0次に見られるのが、脳法や選手様向上選手、腫瘍内への出血である。向上選手が急速に増大し、圧迫症状があれば、KVXP で、気管競作の有無を調べる。気管競作があれば、未分化癌の可能性が高い。全身性の発熱、FT4 高値、赤賃更新があれば、アキュ性向上1 0の可能性が高い。 気が状態や、敗血症、急性心筋拘塞、肝硬変、腎障害などの患者で、血清中の甲状腺ホルモンの値が、しばしば低下する。軽症者では、FT3 のみ低下し、重篤な状態になると、FT3 だけでなく FT4 が低下したりや、TSH も異常をきたすことがある。甲状腺自体には異常がないから、このような状態を、 ユースイロイドシックシンドロームという。またこのような状態をきたす疾患、すなわち、甲状腺ホルモンに異常を生じる、可能性のある甲状腺以外の疾患を、う気という。入院患者では、う気の頻度が高く FT3 定値は約50%に、FT4 定値は15から20%に、t s a 値の異常は約10%に見られる。したがって、 入院患者の場合、甲状腺腫や明らかな甲状腺機能異常を疑う、所見がなければ甲状腺機能異常のスクリーニングを行うべきではない。また ESS の患者で、甲状腺ホルモンを投与して有用であったという報告はない。バセドウ病は緊急症、甲状腺機能更新症、目症状に関しての治療が知られている。貧脈性の心房細動、心不全症状、 著しい品脈37.5度以上の発熱に加えた消化器症状、感染症や重篤な糖尿病などの合併症がある場合に重症でクリーゼに陥る危険性がある。診断はバーチとオートフスキーの甲状腺クリーゼの診断基準や日本甲状腺学会の甲状腺クリーゼ診断基準が知られている。緊急治療を要する例は 高甲状腺薬のみで治療をしていると数日で死に至ることがある。これは高甲状腺薬の作用基準が、甲状腺ホルモンの合成の抑制であるため、血中甲状腺ホルモンが低下するのに時間がかかるためである。早急に甲状腺機能を正常化させる場合は、ホルモン分泌を抑制する用土剤を用いるべきである。クリーゼを疑った場合は、 用土剤と高甲状腺薬を併用することが多い。用土剤は、ルゴール液一1日1回5滴、または8日カリウム丸1日1錠で用いる。高甲状腺薬は、海30から 45mg 分に、プトゥー450から 600mg 分三で開始し、抗甲状腺機能が正常化するまで継続することが多い。重症の場合、 特に貧脈性心房細動で心不全のある場合や消化器症状が出ている場合は、グルココルチコイドを投与する。グルココルチコイドはデキサメサゾンで4から8ラム点滴で3日間、またはプレドニゾロン30から4 0ラムで3日間ほど投与する。甲状腺機能更新症は TSH 受容体抗体によって甲状腺が刺激されているため生じると、 考えられている。この抗体を直接減らす治療は今のところはない。治療は高校状戦薬で、甲状腺ホルモンの合成を抑制するか、アイソトープや手術で甲状腺ホルモンを産出する場所を少なくして、甲状腺から分泌されるホルモンを正常化させる治療である。高校状戦薬ではシアマゾールとプロピルチオウラシルが知られている。効果副作用の面では、 海の方がプトゥーより使いやすい。約半数の例で1から2年の治療で寛解に入る。軽症から中等症例では海 15mg 分1の投与を開始する。FT4 が7ラン、デシリットル以上、トラブが高値、工場選手が大きい場合は海 30mg 分2で開始する。高甲状腺薬で注意すべき副作用には、無下流急症、発疹、 感傷害などが知られている。副作用は2から3ヶ月以内に起こることがほとんどであり、最初の2ヶ月は2週間ごとの採血が望ましい。内服開始後の38度以上の発熱が出た場合に、直ちに内服を中止して受診する必要がある。高校上戦薬を投与し2から3年で、感解しなければアイソトープ、または手術が考慮される。 バセドウ病眼症の症状や所見、すなわち眼犬抗体、眼球突出、眼痛、眼犬主張、副詞、視力低下は眼犬を動かす筋肉に起こる変化と眼科内の脂肪組織、外眼筋に起こる炎症性変化で説明できる。副詞や、視力低下が出現した場合は、ステロイドパルス療法や放射線治療が考慮される。 甲状腺機能低下症の治療の目的は組織中の甲状腺ホルモン濃度を正常化し、甲状腺ホルモン不足によって生じている異常をもとに戻すことである。この目的は、傾向的に甲状腺ホルモンを投与することで達成される。甲状腺ホルモンには T3 と T4 があり、T3 が活性型で T4 はプロホルモンである。すなわち T4 は T3 に転換して、 作用を発揮する。血液中の T4 はすべて甲状腺から分泌されたものであるが、血中の T3 の80%は T4 から転換してできたものである。1日の酸質量は T4 が90マイクログラムで、T3 が30マイクログラムであるが、血中の半減期は T4 が7日間で、T3 が1日間である。血中濃度は、 T4 が10マイクログラムデシリットルに比較して T3 は0.1マイクログラムデシリットルであり T3 は T4 の100分の1である1日に必要な量の T3 を一度に体内に投与すると血中 T3 濃度は異常高値となるため T4 製剤で血中 t s h 値が正常を保つように治療を行う 年液推始状態にある例や45歳以上では、T4 製剤を25マイクログラム、デーからそれ以外では50マイクログラム、デーで投与開始する。特に問題なければ2週間後に T4 製剤は25マイクログラム程度増量する。6週間後の TSH が5から10、μU マイメートルリットルならば、同量で、治療継続 10μU ミリリットル以上ならば、さらに増量する。 維持量が決定すれば、処方は3から6ヶ月ごととなる。血中の甲状腺ホルモン濃度は正常であるにも、かかわらず、TSH の濃度異常がある場合潜在性、甲状腺機能異常という。FT4 が基準範囲内で、TSH 基準範囲加減以下は潜在性、甲状腺機能更新症である。これは、甲状腺中毒症の継承と考えられている。 米国ノンズのデータでは潜在性、甲状腺機能更新症の評価を TSH0.1μUmL 以下とするならば 0.7%TSH0.4μUmL 以下とするならば3.2%となった。日本では約2%とされる。高齢者に多く、女性に多い。甲状腺ホルモンの投与を受けている人では頻度が多く、 14から21%で潜在性、甲状腺機能更新症となっている。グルココルチコイド投与でも TSH は低値になる。FT4 が基準範囲内で TSH が高値である場合は潜在性、甲状腺機能低下症と診断される。高 TSH 血症も潜在性、甲状腺機能低下症と同義語である。非甲状腺疾患。 夜間 TSH 分泌、移行抗体の存在を否定できるか検討が必要となる。潜在性向上腺機能低下症の頻度は4から10%であり、女性に多い。高齢者では20%以上にも達する。米国の健康栄養調査のネスイでは、血清 TSH は性別、人種、年齢で異なることが明らかにされた。のネスイでは、 TSH 値4.5メートル UL が基準値上限として使用したが TSH 値は年齢とともに上昇する。年齢別の TSH 値を用いなければ潜在性、甲状腺機能低下症を過大評価する可能性がある。日本甲状腺学会では潜在性甲状腺機能低下症、診断と治療の手引きが作成されている。成人で見られる。 潜在性甲状腺機能低下症の原因は、そのほとんどが橋本病と考えられるが、高齢者ではそれに加え加齢による変化など、原因不明のものも多い。米国内分泌学会の報告では TSH が 10μUmL 以上の場合は、脂質代謝への影響と妊娠時の胎児への影響が明らかになっている。高向上腺抗体陽性の場合は、 県性甲状腺機能低下症に年間4.3%へ進展する。橋本病は自己免疫による甲状腺の慢性の炎症である。炎症があること自体は大きな問題ではなく、甲状腺機能に異常がなければ治療の心配はない。しかし、甲状腺機能正常の橋本病患者の4.9%が5年後に15.8%が10年後の 機能低下症となったという報告もある。歴史的な経緯では1912年に、橋本作博士が、病理組織学的に、リンパ球新順、リンパ老法、老法上皮細胞の抗酸性変性、結合組織の造成を示す症例を報告した。このような病理組織を有する場合に、橋本病と定義された。橋本病の診断には組織診断が重要であるが、前例で、 甲状腺成形や細胞診を行うのは現実的ではない。そのため日本甲状腺学会の診断ガイドラインでは、甲状腺自己抗体で診断が代用できるようになっている。ガイドラインでは美慢性甲状腺主題があり、甲状腺自己抗体陽性、または細胞診でリンパ球浸順があれば、橋本病と診断できるとしている。コンセンサスが得られているわけではないが、 とガーブ、トッポアブが陽性であれば甲状腺手がなくても、甲状腺組織に、リンパ球性甲状腺炎があるという報告もある。世界的権威ある教科書、ジェームソンとデグルートの内分泌学では、橋本病はいくつかの病気に分類されると、述べられている。山井初期は、血中の甲状腺事故交代を認めるのみで他に、何ら異常を認めないことが多い。病態が進行するともに、 甲状腺主大が発生する。甲状腺主大を効かす原因は、リンパ球浸順による局所の慢性炎症及び TSH の上昇による代償性被害によるものと考えられている。病態の進行とともに、甲状腺の予備能は低下し、甲状腺機能低下症が発生する。自己免疫性細胞障害が強い場合には、甲状腺は萎縮し、むしろ甲状腺主大は認められなくなる。 自己抗体のみ陽性で、甲状腺手体を伴わない、潜在性自己免疫性甲状腺炎。必ずしも、硬くない甲状腺手体があり、自己抗体が陽性である、慢性自己免疫性甲状腺炎。硬い微慢性甲状腺腫を有し自己抗体が陽性である、古典的橋本病、終末像と考えられる、異縮性甲状腺炎はいずれも橋本病の病気と考えられている。 またごく初期においては、抗体陰性となることがある。抗体陽性化に先行して、甲状腺内部、エコーパターンが変化している。肥満性甲状腺腫を触知し、抗体陰性で、超音波検査で抵抗所見がない場合には、溶度過剰による一過性甲状腺機能低下症を含めた鑑別が必要となる。萎縮性甲状腺炎では、ホルモン酸性の低下と同時に、 抗体産出も低下する。橋本病の発症と進展において、甲状腺事故抗体の産出は、橋本病の進行と極めてよく合致する。しかし、抗 t p o 抗体や抗 t g 抗体自体は、橋本病における組織の破壊や低下症への寄与は少ない。なお、甲状腺機能異常が明らかな場合に、抗 t p o 抗体が陰性となることがある。 これは測定系の感度が十分ではない、ブロッキングタイプの高 t s h 需受容体抗体による場合、萎縮性向上1 0の燃え尽き減少の可能性がある。トガーブ・トポアブ陽性を橋本病とすると、一般人口における抗体の陽性率からは、橋本病の頻度は男性で6.5%であり、女性で15.8%となる。 冒険例で調べた、散在性リンパ急性甲状腺炎の頻度は、男性9.3から15.9%で、女性18.0%から25.1%と報告されている。この事実は、甲状腺自己抗体の測定の臨床的な意義を否定するものではない。甲状腺機能が正常な患者において、抗 TPO 抗体の存在は、将来、 甲状腺機能低下症に移行する可能性が高いことを示す。甲状腺機能が正常な患者において、c TPO 抗体と c t g 抗体の両者が陽性である場合、抗体なしと比較して、オッズ比は34.7倍となり、c TPO 抗体のみ、陽性の場合はオッズ比6.1、一、o t g 抗体のみでは0.6と報告されている。 また、抗 t p o 抗体陽性は、アミオダロン、インターフェロンアルファ、インターロイキンに、リチウム治療による、甲状腺機能低下症の発症のリスクファクターで、ありこれらの治療前に測定する必要がある。また、抗 t p o 抗体は存在は、甲状腺のみならず一型糖尿病、悪性貧血など、他の自己免疫性疾患のリスクファクターであり、その頻度は、 年齢とともに潜在性から、県性甲状腺機能低下症の割合が高くなるのと並行している。また、妊娠分娩との関係では、高 TPO 抗体の存在は、流産、不妊症、体外受精の不成功、胎児死亡、死間、早産、分娩後の甲状腺炎や、うつ病発症のリスクファクターであることも報告されている。 高感度の c t g 抗体測定は低下症の予想という点では c t p o 抗体に劣るが、甲状腺の主要性病変を有する患者で、血中サイログロブリンを測定する予定の患者では、必ず測定すべきと言われている。また、高陽度食を続けると c t g 抗体が陽性化し、甲状腺機能低下症を起こすという報告もある。実際に、 用土重速国である日本からの報告では、人間ドック受診者の高校乗船、抗体陽性率は COTG 抗体が男性十三点一パーセント、女性二十九点四パーセントであり、COTPO 抗体は男性七点二パーセント、女性十五点零パーセントであった。橋本病の診断で、ゴールドスタンダードが病理組織であるので、トガー部、トポアブは核キットで、 病理組織と対応させて、葛藤縁を決める必要がある。しかし実際にその方法で参考値が決められている、キットは少ない。コズミック社のキットで行った検討では得意度を100%に、する場合は、トガーブ 2.6IU、ミリリットル、トポアブ 6.7IU、ミリリットルであった。工場選手が気になる場合は、T4 製剤を投与することがある。 工場選手が気にならない場合は経過観察となる。男性、50歳以上、硬い工場選手、サイロイドテスト6400倍以上、マイクロゾームテスト25600倍以上が、予後不良因子である。予後不良因子が3つ以上では3から6ヶ月ごとの経過観察。予後不良因子が1から2個ならば6から12ヶ月ごとの経過観察。 予後不良因子がなければ1から2年の経過観察とすることが多い。甲状腺腫が急激に大きくなった場合はアクセリンパ種の発生を疑う。橋本病による潜在性甲状腺機能低下症は、県性の甲状腺機能低下症に進展する可能性が高いため半年に1回ほどの経過観察が必要である。甲状腺機能低下症が 永続的なものか一過性のものかを鑑別する必要がある。永続的が疑われるのは、理学所見で、機能低下症による変化が明らかなもの、コレステロールが高値なもの、50歳以上のもの、T3 が低値なもの、サイロイドテストが6400倍以上のもの、マイクロゾームテストが10万倍以上のもの、放射性用度向上線摂取率が低いものである。 一過性が疑われるものとしては出産後の発症、過剰の溶度摂取によるもの、無痛性甲状腺炎によるもの、ズボブによる、機能低下症で抗体の消失、放射性溶度甲状腺摂取率が高いものである。無痛性甲状腺炎は、亜急性甲状腺炎と、同様に、甲状腺療法が一過性に破壊されるために生じる、甲状腺中毒症である。自己免疫の駆除によるものであり、 基礎に、橋本病があると考えられている。この病態は、産後婦人の20人から30人に1人の割合で頻発し、出産後甲状腺炎とも言われる。その他の有因としては、ステロイドの変動、GNRH アナログ、インターフェロン治療、イルマイナスに、感染症、下水体疾患も有因として知られている。バセド病との鑑別が重要である。 治療は原則として行わない。ウイルス感染が原因と考えられている、甲状腺中毒症である。発熱と甲状腺の痛みが特徴的であり、治療として、副腎皮質ステロイドを通常は投与する。塩化、発生障害を伴う可能菌による、甲状腺の感染症で極めて稀である。約1センチメートル以下の乳頭眼を除き、細胞診で悪性の所見が得られれば、 原則は手術である。健康診断や人間ドックでは約13%の被験者で甲状腺結節が偶発的に発見される。この中で悪性腫瘍である確率は3%程度である。長常が 5mm 以下ならば仮に悪性腫瘍であっても臨床的に問題にならないことが多いため細胞診を行わず経過観察することもある。 あくまで目安であるが5ト、mm、ルから1 0ト、mm、ルの範囲では超音波初見で悪性が疑われた場合は、細胞診を良性が疑われた場合は経過観察になることが多い。1 1トルから2 0ト、mm、ルでは、脳法成分のみならば、経過観察、充実成分があれば細胞診を行う。2 1ト、mm、ル以上ならば細胞診を行う。甲状腺分化癌は、乳頭癌と、 露方眼に分かれ90から95%が乳頭癌である。髄養癌は C 細胞に由来する腫瘍である。目にであるかどうかが治療方針の決定では重要である。甲状腺未分化癌は人類に発生する悪性腫瘍の中で最も進行が早い。3年生存率は5%である。全甲状腺癌の1から2%を占める。 甲状腺分化癌を合併することが多く、分化癌が未分化転化することで発生すると考えられている。自己免疫疾患の成因はまだ十分に解明されていないが、同一個人に複数の自己免疫性疾患が出現したり、同一家族への自己免疫疾患の集積性が見られたりすることは、自己免疫性疾患の成因に、 共通のメカニズムが存在することを示唆し、遺伝的素因が関与していることが知られている。自己免疫疾患は、他の自己免疫疾患を合併することが多く、特に自己免疫性向上性疾患以外の例えば、抗原病や重症すじ無力症といった自己免疫疾患では、頻度の高い自己免疫性向上性疾患の合併の検索を行うことは非常に重要である。 逆に、自己免疫性向上腺疾患の患者が、その他の免疫疾患を合併している可能性は高くない。複数の自己免疫性疾患を合併する病態として、多腺性自己免疫症候群あるいは自己免疫性内分泌症候群がある。PGA は内分泌臓器を含め少なくとも2つ以上の臓器が、自己免疫的な基準によって障害される。 症候群と定義される。このうち甲状腺疾患が関与するのは2型と3型である。自己免疫性甲状腺疾患は1型糖尿病に合併する他の自己免疫性疾患のうち最も頻度が高い疾患である。1型糖尿病のうち c t s h 状態、抗体は17.9%、COTG 抗,抗体は39.3%。 4 t p o 抗体は44.6%で陽性という報告もある。また、1型糖尿病に自己免疫性向上腺疾患を合併した場合は、多線性自己免疫症候群の定義を満たす。自己免疫性向上腺疾患が、臓器特異的自己免疫疾患であるのに対して、抗原病は、臓器非特異的自己免疫性疾患である。代表的な抗原病としてする、 関節リウマチ、シェーグレン症候群、多発筋炎、皮膚筋炎、全身性硬化症などがある。抗原病にも自己免疫性向上腺疾患を合併することが多いがその頻度は報告によって異なる。重症すじ無力症に合併するバセドウ病は3から10%と稀ではない。抗天性の向上腺機能低下症の神経症状としてはこわばり感。 筋痙攣、痛みを伴う筋肉の機能障害のほか、手根管症候群や、その他の門医薬性症候群が広く認められる。記憶力と集中力の低下も認められる。また、県反射の歯官症の遅延と、偽性筋強直が認められる。稀な神経障害としては、過逆性の小脳性運動失調症、認知機能低下、精神病、粘液水腫性根水が知られている。 先天性甲状腺機能低下症では、精神運動発達遅延や小脳失調が知られている。粘液水酒性昆水極めて稀であるが、死亡率は25から65%であり、早期の ICU 管理が望まれる緊急疾患である。粘液水酒性昆水の診断基準によると、粘液水酒性昆水とは、甲状腺機能低下症が基礎にあり、重度で、 長期にわたる、甲状腺ホルモンの欠乏に由来するあるいはさらに、何かの誘因により弱気された、低体温、呼吸不全、循環不全などが、中枢神経系の機能障害をきたす病態である。正しい治療が行われないと生命に関わると、定義されている。脳血管障害や、その他の代謝性脳症などを鑑別するが、粘液水酒性根水を疑った場合は、誓いなく、 甲状腺ホルモンを測定し、結果を待たずに治療を開始する。欧米では、甲状腺ホルモンの常駐製剤が販売され、標準的に使用されているが日本では発売されてない、ため警備医官から投与することが多い。投与量は以前は大量投与が推奨されていたが2012年現在では、少量から中等量を推奨する場合が多い。 低ナトリウム血症や低血糖を伴う場合は、副腎不全の有無の鑑別も必要である。副腎不全がなかったとしても、相対的副腎不全の可能性があるので、ヒドロコルチゾーンを100から 300mg の常駐を行い、以後8時間ごとに 100mg の追加投与を行う。低体温のため発熱など、感染症候がマスクされてしまうため感染症が否定されるまで、 広域スペクトラムの抗菌薬投与を躊躇しない。認知機能障害向上線機能低下症では、県性でも潜在性でも認知機能の障害が認められる。脳内グルコース代謝を評価した検討では、体上界や扁桃核、会話など感情、集中力、記憶障害などに関連する部位の活動低下が認められれば、もちろん寄の投与で血流が回復したという報告がある。 しかし高齢者の潜在性、甲上線機能低下症では認知機能の改善のため、レボチロキシンを投与するメリットは明らかになっていない。甲上線機能低下症による認知機能障害は、常識、言語、動作など、全般的な低下であり特徴はない。小脳失調、甲上線機能低下症は、運動失調、感音性難聴、ミオパチー、 ニューロパチーなど多彩な神経症状を示す。甲状腺機能低下症に伴った運動失調の報告は1884年ホワイトラによって最初に報告され、その後1960年代まで数多く報告され、治療可能な運動失調として重要性が認められていた。この頃の論文では10から30%の患者に運動失調があるという記載まで認められる。 1980年以降は、わずかな症例報告が参見するのみである。近年は、稀な神経合併症と考えられている。症例報告では、多くの症例で、運動失調のほかに、神経症状を合併しているのが特徴である。甲状腺機能低下症に伴う、運動失調症状は、ホルモン補充療法に反応して改善するため、病理学的裏付けとなる。 小脳病変の検討はほとんどされていない。バーナードらは小脳チューブの萎縮と原究的なプルキンエ細胞の消失を報告しているが臨床症状との関連は差し控えている。プライスらは2例の症例報告でプルキンエ細胞の消失、カルー層のグリオーシソ及び空胞編成、ニューラルミキシディマボディの出現などの変化を重視した結論を出している。 しかしこれらの症例が、アルコール中毒を合併している点やニューラルミキシリマ、ボディの特異性のついて否定的な報告もある。また、甲状腺機能低下症による、小脳失調と診断された後に、病理解剖で多系統萎縮症や、アルコール性小脳失調と診断された例の報告もある。またそもそも失調そのものが小脳性ではなく、 甲状腺機能低下症に伴う筋収縮時間の延長など抹消性要素が原因ではないかという見方もある。このため、小脳病変と甲状腺機能低下症の病理学的な因果関係は検討の余地がある。甲状腺機能低下症における小脳性運動失調の発症基準も十分な解明はされていない。棚からは小脳萎縮が 軽度の運動失調を呈した、甲状腺機能低下症の患者で、PET 検査で、脊髄小脳変性症に類似した小脳の血流量と酸素代謝量の低下を見出し、甲状腺ホルモンの補充によって、PET 異常所見も警戒したと報告している。小脳萎縮がない例では、小脳血流や代謝の低下、神経伝達物質や神経成長因子遺伝子の プロモーターとして作動していると考えられている、甲状腺ホルモンの低下から、運動失調が起こされている、可能性がある。手根干症候群25から33%で、認められる。手根干症候群の原因として、甲状腺機能低下症は有名である。無タ糖類の蓄積が原因と考えられている。他の部位で抗薬性ニューロパチーを起こしたはず。 単身経炎のパターンを取ることがある。口述のポリニューロパジーも含めると、甲状腺機能低下症は、あらゆる末梢神経障害のパターンを取り得る。末梢神経障害子根幹症候群は、単身経炎であるが、甲状腺機能低下症による末梢神経障害は、感覚優位のポリニューロパジーとなる。病態は、不明な点が多いが、ホルモン補充療法で警戒する。 ミオパチー神経筋症状は、甲状腺機能低下症の30から80%で出現する。甲状腺機能低下症によるミオパチーは、内分泌性ミオパチーとしてよく知られている。甲状腺機能低下性ミオパチーは30から60歳代の女性に多く、人種差はない。甲状腺機能低下症では、甲状腺ホルモン分泌の低下に伴い、 タンパク合成及び以下の低下、ミトコンドリアでの解糖系及び、酸化酵素系の代謝障害、ATP 酸質の低下、糖代謝の障害が生じ、ミオパチーの発現に関与していると考えられている。筋維筋の筋力低下、筋液疲労性、有痛性筋系連、筋痛、甲子維血症が認められる。筋病理では医師、再生像がほとんど認められない。 甲子経血症は、膜の透過性更新によって起こる。また、アキレス腱反射腱管症の遅延も筋自体の代謝障害に由来すると考えられている。この所見は、糖尿病多発神経障害でも見られることがある。その他感音性難聴がしばしば認められる。甲状腺機能更新症の症状の程度は、甲状腺中毒症の重症度、罹患期間、 甲状腺ホルモン過剰に対する反応の個人差、患者の年齢に左右される。活動性更新、神経質、液刺激性がある一部の患者では、液疲労感を生じる。不眠症や注意力減退はよく起こる症状である。細かな新鮮もしばしば認められる。甲状腺中毒性メオパチーでは、筋緯筋の筋力低下が認められる。また低カリウム性の周期性シシが、 アジア人に多く見られる。また稀ではあるが重要な神経症状を示す。合併症として、甲状腺クリーズがある。甲状腺クリーズへ甲状腺クリーズは、甲状腺中毒症の原因となる未治療内し、コントロール不良の甲状腺基礎疾患が存在し、これに何らかのストレスが加わった時に、甲状腺ホルモン作用過剰に対する生態の代謝機構の破綻により、 複数臓器が機能不全に陥った結果、生命の危機に直面した緊急治療を要する病態を言う。甲状腺クリーゼでは誘因を伴うことが多い。甲状腺疾患に直接関連した誘因としては、甲状腺薬の服用不規則や中断、甲状腺手術、甲状腺アイソトープ治療、過度の甲状腺触診や細胞診、甲状腺ホルモン剤の大量服用などがある。 甲状腺に直接関連しない誘因としては、感染症、甲状腺以外の臓器手術、外傷、妊娠、分娩、副腎皮質機能不全、糖尿病気とアシドーシス、陽度増栄剤投与、脳血管障害、肺血栓側栓症、虚血性心疾患、抜死、強い情動ストレスや激しい運動などがある。しかし明らかな誘因が不明な例も存在する。日本における、 甲状腺クリーゼの発生頻度は約0.2人、10万人、年と推定され、死亡率は10.7%である。従来は、バーチオートフスキーによる基準で診断された。この基準では、全身症状、3つの臓器症状をそれぞれスコア化、死素の総計が61以上を、確信例、45から60を強く疑う、例、25から44を、 切迫状態としているこの診断基準では、甲状腺機能検査が必須になっていないこと、甲状腺クリーゼ以外の重症例でも陽性になる場合があること、スコアの設定根拠が不明で、エビデンスにかけること、煩雑であること、治療法の選択や生命予後などの関連が不明であることなどが挙げられる。日本甲状腺学会から診断基準が示されている。 この診断基準では、甲状腺中毒症が必須項目である。中枢神経症状、発熱、貧脈、重篤なう血性心不全、消化器症状の5項目のうち、中枢神経症状及び他の1項目、または中枢神経症状以外の3項目を認める場合は、クリーゼ確実例と診断される。甲状腺中毒症に加えて、 中枢神経症状以外の2項目を認める場合、あるいは確実例項目を満たすが甲状腺、中毒症が検査上未確定の場合には、クリーゼ疑い例となる。甲状腺クリーゼの中枢神経症状は不温、洗脳、精神異常、軽眠、軽連、昏睡、JCS1 以上、または GCS14 以下の意識障害である。 甲状腺クリーゼの治療に関して、エビデンスレベルの高い治療ガイドラインは存在しない。しかし、以下の3項目が重要と考えられている。それは、激しい甲状腺中毒症状に対する全身管理、甲状腺ホルモンの酸質、分泌、作用を低下させる治療、誘引となった疾患に対する治療である。甲状腺中毒性周期性肢麻痺甲状腺。 中毒症の際に誘発されるスジマヒであり、スジマヒと細胞内の系のシフトによる低カリウム血症が特徴である。周期性死死マヒの半数を占める病態である。バセドウ病を伴うことが多いが男性に多い、疾患である。近年カルシウムチャネルやカリウムチャネルの遺伝子多けの関与が指摘されている。炭水化物摂取後の休憩時に発症することが多く、マヒは、 歌詞筋筋から始まり四肢麻痺に発展するが、膀胱直腸障害や感覚障害は起こらない。心部腱反射は消失する。発作中の軽濃度は、平均 1. ナノミック、L であり呼吸筋麻痺や、知識的不正脈などの致命的合併症が起こりうる。バセドウ病眼症バセドウ病だけでなく、橋本病でも起こることがある。不随運動向上腺機能更新症に伴う、 不遂運動としては、新鮮が一番有名である。種子や足指などに生じる8から10ヘルツの速い新鮮を特徴とする。非正時や精神緊張時に増強する。発症基準は、洗浄体などの交換神経ニューロンの活動性の更新が関与する。新鮮以外にも当てとうぜ、極処性ジストニア、明獣症候群や武藤病様の不遂運動なども、 稀にある。精神障害、認知症向上線機能更新症では、慢性的な不安、苛立ち、液刺激性、多弁、多動、思考の錯乱、妄想などの精神障害を示す。ミオパチー向上線機能更新症では効率に筋力低下を伴う。講義には、バセドウ病眼症もミオパチーに含まれるように、その原因は多様と考えられている。 体幹筋維筋の萎縮、脱力を呈するミオパチーが存在する。深部圏反射は、初期は更新試血中のクレアチンキナーゼも正常である。ミエロパチー甲上腺機能更新症に伴う、ミエロパチーの報告もある。形成単位麻痺、両下肢の深部圏反射更新、病的反射の出現や深部感覚障害や、膀胱直腸障害を呈することがある。 橋本脳症では、急性脳症型、精神症状型、小脳失調型など多彩な臨床症状を示す。高校状腺抗体が陽性であるのが特徴的である。症状が多彩なことは、甲状腺機能低下症の神経症状と同様で、あるが、ホルモン補充療法ではなく免疫学的な治療によって症状の改善が認められる。 特に小脳失調型橋本脳症は、脊髄小脳変性症を疑うような慢性進行性の経過を示すことが多い。校内抗体は得意度の高い検査になる。ありがとうございます。